春のメニューになってですね、ショートケーキと、糸島の、農園から届くいちごのねショートケーキと、それと、はちみつのパフェと、まあ黒缶なんかもパフェに、なってたり、それと糸島で作ってるハムの、生ハムのね、サンドイッチなんかが増えたりして、でレモンケーキも引き続きやったりして、これはやっぱりコロナが明けたなという感じがあります。コロナ禍の中で始まったねお弁当クラブとか、はたまたメンバーシップとか、まあそういうようなことがやっぱりこうコロナが明けたことによって、なんとなくこう下火になって、新しくまたアクティブな日常生活に戻るというような形の、まあ、メニュー作りだったりするのはね、やっぱりお客さんなんかがの行動パターンが変わって、街のパターンなんかも変わってきてね、本当に時代が早く変わっていくなっていう感じをとってもするね。まあこれさらにね、この2024年25年と、まだまだ変化はあるだろうからね、お弁当クラブにしても、まあ下火になってるとはいえちょっと続けてみようかなと、また何かあるかわからないからね。まあメンバーシップなんかも、まあその時にね肝になるっていう感じがあって、まあ今オンラインサロンなんかもね、コロナの前に盛り上がってたようなのが割と下火になって、もうそうじゃないよねみたいな感じになってますけど、こうやってみんなで何か集まって何かをやるというようなことは、まあ必ず次のフェーズになった時にね、いるものだと思うので、まあ、それに向けてね、今のうちからちょっと準備しておきたいなというふうに思ってる、ここ最近であります。はい、それでは今日の話題は、縛って耐える守って、去年の暮れにねポークっていうお芝居をやりまして、これはまあ2年ぐらい前に上演したお芝居の再演でしたけどね、その前にはチキンというお芝居をもやってまして、これ本当はチキン、ポーク、マトンの家畜三部作っていう、企画があってね、その中でやろうと思っていたんですが、まあこれはとても皮肉なね、現代風刺の、まあ、僕のオリジナルの本なんですけど、まあその1984っていうね有名な、本がありまして、まあこれはこの共産主義をね揶揄した家畜の本でね、まあ読んでない人にはあれかもしれないですけど、知れませんが、まあ、ジョージ・オーウェルっていう人のね1984っていう有名な本でね、まあSF 小説で、まあ、全体主義国家になって人々がまあ縛られていくっていう、まあいう話なんですが、
まあジョージ・オーウェルは他にもね、そういうことをまあ揶揄してね、書いた小説っていうのが、まあ、あって、まあ有名なとこで言うと動物農場っていう、これジブリがアニメ化したんじゃないけど、動物農場を映画化したアニメをね、ジブリが DVD で売ってたような気したけど、この動物農場って、まあ要は家畜っていうものと、この今の現代の、まあ社会、資本主義も含めた社会システム、まあもしくは共産主義を含めた人間のそのあり方、みたいなものを、の怖さというかな、みたいなことをまあ書いてるわけですが、まあ僕のチキンっていう書いた本の中にもね、まあとにかく縛られて、まあ鳥が、ブロイラーとなって、鶏がねゲージの中に飼われていると。でそのゲージの中にいる鶏は、解放してほしいというふうにまあ思う一匹の、鶏がいてね、まあ俺たちにも自由をという形で、まあ、ゲージを壊して、まあ、ゲージの外に飛び出そうと思うんだけれどね、外に出るとね餌もない、まあ、飛ぶこともできない、まあ、それだったらね、ゲージの中に戻った方がいいんじゃないかっていう、まあ、そういう話なんかがあるんだけど、これ何なんですかね。私のことを縛ってほしいと、拘束してほしいと、でその拘束に対する痛みや苦しみは耐えるよと、その代わり、まあ、餌を与えてもらうなり、まあ、人間で言えばお金をもらうなりっていう形で守ってくれという形でね、縛って耐える守ってっていうことが、まあ、人間の根幹にやっぱりあるんですね。まあこれは教育がそういう、まあ左寄りというか共産主義全体主義、のね教育を受けてるから、その教育の弊害なんだっていう人もいます。まあそういうことはもちろんそういう側面はあるでしょうけど、やっぱり人間の中の弱さっていうのかな、守ってほしいと。まあそれは男とか女とか関係ないと思いますよ。女だから弱いからっていうんじゃなくて、男にしてもね、やっぱり自分の弱いもの、弱い部分なんかを守ってほしいと。でそれはもう社会というのは厳しいんだよと、社会というのはとても大変なんだよと、まあそういうふうに脅かされれば脅かされるほどね、まあ自分というものを守ってほしいと。でもそれと引き換えに、あなたのことは縛るよと。で、あなたはその苦しみを耐えてねと。まあ守ってほしいから縛ってほしい。そして耐えるっていうのはね、やっぱり人間の持ってる差が、もっと言えば家畜なのかもわからないけれど、家畜というか生き物全般に言えることなのかその辺わかりませんけど、まあでも人間っていう社会的な動物はね、まあ縛ってもらって耐えるってことがとても得意ですよね。縛って耐えるっていうことに対してさほど抵抗がないっていうの、これはやっぱり脳が発達して非常に共感、昨日の話じゃないけどね、共感意識がとても強いっていうのかな。まあだからこそこうやって群れてね、まあ地球最大の、最強の生き物になってるわけですけど、
このまあ縛って耐えるっていうことをね、まあ、なのあって守ってっていうことが人間の性で、これはもうどうにもならないと。いや、むしろそれがそれのいいところもあるわけだから、となるとね、縛る側、まあ、その痛みに耐えてもらう、まあ、縛って耐える、その縛る側っていうのかな、この縛る側っていう人たちのモラルというものが必要なんじゃないかなって僕なんか思うんですね。縛るなんてけしからんと、人間は自由なんだから縛ってはいけませんよと、人に苦しみなんか与えてはいけませんよというような風潮に、風潮もしくはそういう反論については僕はどうなのって思うね。みんながみんな好きに縛りもせず、まあつまりゲージのない中ね、ゲージのない野生の鳥になる、まあそういう人もいるでしょう、その中にはね。でそういう強さを持っている人もいるでしょう。でも多くは守ってほしいと思っている人ってのはいるわけで、縛られもせず耐えもせずただ守ってほしいっていうことって多分無理だと思うんですよね。まあそれはなんかこう縛るなんていう言い方をするとちょっと抵抗があるかもしれないけど、まあ税金なんかもそうでしょ。自分たちの社会生活を守ってもらうためにはね、ある程度、まあ、拘束されるというかね、税金は取りますよということについて文句言ってる人っていないですよね。細かいことこちょこちょ言ってる人はいてもね、税金取るなんておかしいんじゃないかって表だって言ってる人っていないでしょ。まあ会社に入るってこともそう、なんなら学校なんて最たるものですよね。縛ってるわけだから、で耐えるわけだから、だからやっぱりその縛って耐えるっていうことね、縛って耐える、まあその代わり守ってっていうことは人間の多くの人のまあ根源的なものなんじゃないかと僕は思うんですよ。それはもうそういう教育を受けてるとか受けてないとかっていうこととはことに限らずね、まあ、だからこそ一致団結して何かを成し遂げるってこともできるわけだし、まあ、その群れの中で何かこう子供を育てるなり、まあ、いろんな得意なことを持ち寄るって、楽しく暮らすってこともあるわけで、全く縛るとか耐えるっていうことを否定する、まあ、国家なんかいらないよとか、まあ、法律なんかもいらないよとか、税金なんかもいらないよと、まあ、そういう考えの人も中にはいますが、多くの人はね、縛って耐える、だから守ってっていうことが根幹にあると思うんですよね。まあ、だからこそ縛る側、学校なら学校、法律なら法律、税金なら税金、まあこういう守る側のモラル、縛る側のモラル、こういうものがね、大事。だから一番最悪なのは縛ります、耐えてもらえます、けど守りませんってことじゃないですか。ね？私は縛って耐えたのは守ってくれるからだと思って、ね、耐えてきたのに、縛られて、耐えさせられて、守られない。まあこれは今の政治、今の政府、まあ今の上の人たち、まあこういうのはね、どうなんでしょうか。縛って耐えさせといて守らない、ママホー親はいないのよ感謝しな、口癖が刺さる赤く、私は泣けないカナリア。
あんなに金をかけたのに数字が低い恥ずかしい涙は夕暮れに注ぐ私に穴が開いた音お前はバカでのロマなんだ走れ急げ出し抜け月よ「そして」